35歳で2位と42歳の今、なんとか年収400万で3月に子供部屋おじさん卒業結婚したいのですが、現実この年収じゃ厳しい、アドバイスをお願いします。2位と7年経って年収400万になったんですね。ああ、でも就職して7年で年収400万までいけるんだったら、まあ、ありだと思いますけどね。別に年収推しをしなければいいんじゃないですか。普通にその人として楽しいとか、一緒にいて楽とかっていう理由で結婚できる人はいると思うので、で、その、要は、なんとね、その、自分より若い人と結婚したがる人が多いんですけど、じゃあ42歳なんですけど、その47歳ぐらいの女性っていうのに声かけるっていう方向でいくと、それなりに付き合える人はいると思うので、なので、まず人と付き合うっていうのからスタートしてみればいいんじゃないでしょうか。